入口ジジャャンンンンククシショョ分岐部ジャンクション奥が美女儀方面奥から右上に伸びている高架橋はループして中段の高架の右側につながり左側の新都心方面に向かう。与野ジャンクション。下を走る道路は埼玉県道56号埼玉富士見の所沢線。埼玉見沼出入り口方面を高架下から望む。与野ジャンクションは 埼玉県埼玉市中央区にある首都高速道路埼玉大宮線と埼玉新都心線を結ぶジャンクションである。当項目では、投資説直下に首都高速道路が設置している世の利便増新施設についても述べる。埼玉新都心線新都心、西出入口の開通に伴い2000年4月17日に供用開始。現時点では、 埼玉大宮線と埼玉新都心線の境界としての扱いであり、一本の道路として機能しているため、標識では案内されていない。事業中の路線として、埼玉大宮線がこれより、上尾道路方面へ延伸され、分岐路となる予定となっている。また、計画路線ではあるが、各都市広域幹線道路のジャンクションでもある。埼玉大宮線から、 埼玉新都心線へ通じる下り線は、新大宮バイパスの西側にある大きなループ線の下り勾配で高さを下げる構造となっている。反対方向の上り線はやや急勾配の緩やかな左カーブで埼玉大宮線と合流する。陶器の降雪で路面凍結することがあり、ロードヒーティングが備わっていないため、東ジャンクション区間のみ。 長時間通行止めとなることがままにある。下り線ループ終端部分と、上り大宮線合流部の間で、デルタ上となっている直下には、首都高速道路会社が所有する世の特定連結路、付属地があり、かつては、首都高速道路の標識や、料金書など道路工事関係の資材置き場として、使われ、道路メンテナンス及び将来の延伸に備えていた。しかし、 遠心区間の着工が当面先となる交算が強まったことから2008年に首都高速道路会社は暫定的に土地活用することになり2010年9月に住宅展示場、埼玉ハウジングパーク、ローソン、駐車場、イベントインフォメーション施設、トイレ、休憩所からなる世のり便増進施設が整備、開設された。 これは、南池袋パーキングエリア、志村パーキングエリア以北の5号池袋、埼玉線区間には、パーキングエリアが存在していないことも関係している。構造上首都高速道路からの乗り入れができず、与野出入口か新都心、西出入口から、一般道沿いにある、施設出入口を利用する形となっているため、埼玉線の通行料金が二重課金されてしまう。 逆に一般道利用者や近隣住民も施設の利用ができる。将来的にはスマート IC の仕組みを利用したスマートパーキングエリア化を視野に入れており ETC 通行者は二重課金されなくなる見通しである。ローソンは店内照明に LED 照明を全面使用しイートインスペースを備える。施設全体の管理は首都高速道路サービスが 住宅展示場の運営は、財団法人住宅生産振興団が行う。なお、この施設に隣接した敷地内には、首都高速道路のメンテナンス施設が開設されており、散水車などが常備されている。埼玉ハウジングパークは2020年9月22日に終了した。首都高、埼玉ヨノ JCT にヨノリ弁増進施設を、 オープンカーウォッチ、ヨノジャンクション内に、リベン増進施設が9月18日オープン。首都高速道路、ありがとうございます。